こんばんは。こんばんは。牛島いい肉にっこり人生相談。今回はゲスト会で、はい、ニコ生の帝王横山みどりさんをお招きいたしました。どうも。横山さんはですね、はい、ニコ生が始まってから割とすぐに自分の私生活を晒すような感じで長時間配信をしたりとかして、うんうんうん、っていう生活を8年以上繰り返している人なんですね。そしてその間にもちろん紆余曲折があるじゃないですか、うんうん、その間にいろいろなファンを獲得して今ではその信者の人とかがですねいたりするようなそういう感じなんですね。で今回、はい、なぜ横山さんにゲストをお願いしたかっていうと、はい、その私がツイキャスで話してると横山さんが悪口を言っているというふうにその横山さんの多分アンチの人が私に言ってくるんですよ。それが意味が分かんなかったから、しかも件数が結構多かったんで、あ、アホなのかなと思ってどういうことなのか確かめたくて、それであの横山さんにですね、よかったら人生相談出てみませんかと、うんうん、その人たちが何を言いたいのか、まあ、相談があるのであれば聞きたいなという気持ちで開いたという感じですね、はい、なるほど。もうすごい横山さんのファンの方がすごいコメント来てますね。はい、はい、なんかああやって書いてますけど、はい、はい、なんか真実かどうかは分かんないですね今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、いや今日はありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速相談に入りますか。はい、はい、あ、似顔絵は最初に先でもいいですか。はい、はい、あのいつもゲストの方の似顔絵をあの描いているんですけれども、今日も持ってきました。横山みどりさんの似顔絵です。あーすげえかっこいい。ありがとうございます。これ部屋に飾りますよ僕。あ、今出てます、ね。はい、あ、ありがとうございます。かっこいい。かっこいいですねこれ。あの横山さんのリクエストで牛島さんと一緒にということだったので、はい、なんかちょっと語号が指す感じで描かせていただきました。ありがたいですよ。すげえ日照機にも見えるし、すげえ最高。はい、いやこれ、はい、あの部屋に飾らせていただきますよこれ。あ、すいません。いや嬉しいですよこれ。わけわからんで、はい、いや、めっちゃいい。ありがとうございます、いいこれ大事にします。はい、私はいつもアシスタントで出ているぬくいと申します。あの牛島さんのブランドであの絵を描いたりとかさせていただいて。ぬくさん、はい、ぬくです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、そうだ、僕もですね一応家からですね、はい、これあのちょっと僕1枚しかなかったんですけど、こちらの暗黒放送記念 T シャツっていう、こちらをちょっとあの牛島さんに渡したくて。はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、こちらとあとあのこちらのカレンダー、卓上カレンダーと、はい、ダーあとこちらのお守りの方を、はい、お守り、ありがとうございます。はい、カレンダーいいな、はい、卓上で、はい、しかもこの味のある絵、ね、ありがとうございます。これも大事にします。ちょ僕 あちらにどこか、ちょっと一回置いてきますか。はい、じゃあ後ろの方に置いておきます。はいはい、私もそうしよう。よし、これちょっと向けるよ。よし、はい、コメントがなんかちょっとまあいろいろと慣れてかれてますけど、これあの画面が白すぎって、はい、気にしなくていい。確かに白い、うん、うんうん、あ、女性ファンとかも横山さん結構いらっしゃるんですか。はい、あ、女性ファンも、はい、いますよね、今リスナーさんが結構、はい、すっげー聞きたいことがあって。あ、何でも聞いてください、はい、横山さんの、はい、そのニコ生のウィキ見たら、はい、すげえモテてんすよ。いろんな女とやったっていう情報が書いてあって、それで私はそれを見てインターネットでどこら辺ぐらいまで有名になったらそういうことが起こり始めたのかっていうことを聞きたくて。私は女だからかなりリスク高いし、はい、適当な感じでセックスして言いふらされたりとかしたら、うん、かなり人生終わったって感じですけど、うん、横山さんは男だからそこまではないじゃないですか。はい、だから、はい、適当に食い散らかしたりとかすることもできると思うんですよ、有名になってきたら、はいはいはい、その有名の境はどこだったのかをすげえ知りたいですよ。いや、まずそもそもですね、僕があの
女の子を食い散らかしてるという情報がそもそも間違ってまして。え、食い散らかしてないんですか？いや、ないですよ。僕大食いじゃないし、あの雑食系なんですよ、どちらかというと。肉食じゃないんですよ。で、確かに牛島いい肉さんの肉とかにも興味がありましたよ、一時的に、はい、あ、なるほど、なるほど、はい、うん、ありがとうございます、はい、気を使っていて。いや、本当にだって太ももも、ね、僕好みの白身がかってて、白身がかって いい霜降り肉だと思ったんですけど、ありがとうございます、はい、でもですね、でもね、僕はあの、はい、やっぱりあの配信がでさっきおしゃべりしたじゃないですか、はい、絶対に出演者の女性とかには手を出さないように誓ってるんですよ。なんでですか？何にもかかわらず僕が多分ですね、過去の仕事が影響してると思うんですよ。過去に僕があの AV の制作会社でやってて、それが広まっちゃって、マネージャーにマネージャーいるからね、現場で女口説いたりしたらね、やばいですよ。そう、やばいです、やばい。で、僕実際賠償金取られた人もいっぱいしてますし、男優で、いや、いますよ。別に男優で手出しちゃって、うん、やばいことになるとか、うん、そう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 、全然あります、ね、そういう世界で生き抜いてきた、はいはい、鷹の目なんで、絶対にコメントにね、僕が、まあ、不倫は一回しました。それは、ま、間違いないです。それはもう放送でも事実。別にいいんじゃん。うん、え、いいんですか？いいでしょ。え？だって別にその対象となった問題人物と和解したんでしょ？うん、はい、一応で。そうなの、別にいいじゃん。だってしてないなら問題あるよ。今でも、うん、その元嫁がめちゃめちゃ怒ってるとか、はい、殺してやるっていう電話がたくさん来るとか、そういうことだったら。うん、やべえなってなるけど、はい、まあ、別に円満解消してんなら言うことなくね。まあ、はい、いや、うん、ほんとね、うん、いや、でも牛島さんのこの素晴らしいね、大きい考えにはちょっと感服しましたよ、うん、私も。いや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 、うん、そりゃそうでしょう。だってさ、うん、最近なんだっけ、あの菊川怜っていう人、うん、菊川怜っていう東大卒の美人な女の人だ、あの人が最近結婚した男の人が、はいはい、婚外子って言って、うん、結婚はしてないけど子供がいるっていう人が何人もいて、うん、全員認知して、はい、4人とも認知して、ちゃんと毎年 毎月ちゃんと養育費を払ってるんだよ。なんていい話なんだと思って。本当ですよ。適当に作って適当なことをしてるわけじゃなくて、ちゃんと養育費払ってて、ちゃんと父親としての責務を果たしたら何も問題ねえじゃんと思って。とにかくですね、そういう系の抽象はね、頭がね、悪いんじゃないかと思うんですよね。まあ、でもネットにはね、やっぱりそうやって僕のことをね、まだ知らないけど、なんかそうやって僕がいろんな特会引っかえ女性を繰り返しね、いや、それが何がいけないかっていうのも分かんないんですよ。特会引っ返しちゃ、なんかお前に悪いことあんのかと、お前になんか不都合があるのかって思わないですか？あ、でも僕ね、暗黒ルールっていうのを作ってて、な、暗黒ルール9年間ね、はい、慣れ合わない、出会わない、嘘をつかない、放送中に笑わない、ね、こじきをしないというそのルールを9年間僕ずっと守り続けてたんですよ。えらい、こじきをしないの項目が特にえらい、うん、私はこじきしまくってる、うん、え、しまくってんですか？しまくってる。え、結構来るんですか、いろいろ。ツイッターとかに、あの、うん、何々と何々と何々が牛島の欲しいものです、うん、欲しいものリスト、はいはい、欲しいものですって書いてすると、うんうん、次のイベントで差し入れしてくれる人がいる。あ、それはもう、もうそれ牛島さん、でもね、はい、もうね、申し訳ないから、もう、うん、もうやめていいって言おうと今度思ってる。でもそれでずっとやってきて応援してくれてる人がいるんだら、いや、でもさ、でも悪いじゃん。でも悪、まあ、でも1回さ、うん、6万とかさ、え、そのもらってるんですか？それぐらいもらったりするとさ、さすがにやべえなって思うじゃん。なんかそうするとね、アンチがね、増えるのね、こじきしてると、こ、うん、じると、なるほど、なんで、あの、ね、自分で稼がないかって言ってこじ、ね、嫉妬するから、それはやっぱりね、こじきはやっぱり僕は良くないなと思ったりするんですよ。こじきは良くない。だって牛島こじ肉とか呼ばれちゃいますけど、うん、いや、絶対呼ばれますね。うじこじき始めた、うん、クソワロタみたいな感じになるんですよね。まだ2チャンネルで書かれますよ、絶対に。そして、あ、うん、すげえ雑談で12分も過ぎてる、はい、じゃあ、うん、相談いきますか、はい、ムック読んでください。はい、じゃあ、相談の方参りたいと思います、うん、セフレ以外とのコミュ力を回復するためには、32歳女性、うん、コミュ力が著しく下がってきていることが悩みです、うん、私には苦手な人が多く、苦手な人と話していると私の相談部は苦笑いをしてしまったり、キョドってしまったりで、きっと私が苦手がっていることに気づいているんだろうなと思い、憂鬱になってしまうことがあります。さらに私は興味のない話が1ミリも耳に入ってこないところがあり、退屈で退屈で寝てしまいそうになります。話を聞いていないので返答もまともにできません、う
あとは当たり障りのない会話が苦手です。内容がないことが多いので興味が持てません。20代の頃は人がたくさんいる環境にある程度慣れていたり、遊ぶ機会も多かったので今ほどコミュ力が低くなかったと思っているのですが、今は年齢的にか遊びに行ける独身の友達も少なくなってしまった上、仕事も人とのコミュニケーションがほぼ必要のないタイプのデスクワークなので、たまに人と会う機会があるとうまくコミュニケーションが取れなかったなと思い、後で落ち込む羽目になります。ちなみに私にはセフレが何人かいるのですが、彼らとは緊張せずに楽しく会話ができていたものですから、自分ではコミュ力が下がったと気づいていなかったのです。実際にはごく一般的な環境でのコミュニケーション力が下がってしまっていました。どうすればたまにある女子会や結婚式、仕事の打ち合わせなどで円滑にコミュニケーションを取ることができるでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします、とのことです。長いわ。じゃあ、横山さんお願いします。僕もコミュニケーションすごい取るの苦手で、もコミュ障なんですよ僕実は。でもさっきあそこで喋ってた時、はい、めっちゃ普通に喋ってたし、ここでもすげー普通に喋ってましたよ。それはもう社会人に入ってから慣れたんですよ。僕高校生の時まで女の子と目も合わせれなかったし、喋ることもできなかったし、イケメンなのにね、うん、そう、ありがとうございます。童貞してたのが26歳だったし、遅っ。そう、本当にね、女性と絡む機会がなくて、で、遅咲きで、まあ、今こういう状況なんですけど。あー、うん、でもかっこいいしさ、ありがとうございます。有名だからモテるんじゃない。いやでもね、モテるからといってそのね、恋心を利用してね、パク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 食べ続けるとどうなんですか。いや、そうと噂が広がっててですね、僕のこと聖獣って呼ぶやつがいるんですよ。聖獣って別にいいじゃないですか。いや、なんかそうすると、ね、オークとか呼ばれたいですよね。オーク、オーク、ね、うん、オークですか、うん、そう、オーク長とか呼ばれたよな。いや、そうだよな、取り仕切ってな、うん、多分牛島さんが男バージョンだったら多分いろいろともうそうやってパクパクパクってなると思うんですけど、当たり前です。私は鬼畜王ランスになりますよ。鬼畜王ランスランスでもう世界の国の女を食いまくりだよ。もうそれはね、一人にもう種を仕込んで帰るね、うん、そう、当たり前でしょ、うん、そう、で、すいません、いいいいいいで、はい、まあこれはね、僕別にこの人会社員なのかな、会社だ、うん、会社員だった、会社員だと思いますよ。あ、でも特にあの コミュニケーション能力が必要ない、うん、俺ないと思うけど、うん、別にね、会社って別に友達を作る場所じゃないし、別に、ね、慣れ合う必要ないと思うけどね。自分自身で聞きたい時に初めてこれはどうですかとか聞いたりすればいいわけで、うん、俺は別に会社で、ね、慣れ合って友達を作らなくてもいいし、普通に自分自身でいいじゃないですか。無理にやってもそれはたまるでしょ、あれは。つまんないじゃないですか、うん、でも昼休みつまんないけど、うん、話付き合ってると、うん、こんな面白いこともあるんですよ。どんなことですか。これ聞いてくださいって言ってカセットテープ渡されて、うん、家にカセットの再生機がないから友達ん家行って再生したら、うんうん、私への愛の歌がジャン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 って弾き語りに入ってて、で歌詞が、うん、もう歌詞カードがあるんだけど、それが全部手書きで書いてあってこれはやばいってなって、だからそういう出会いがあるんですよ。そういう出会い逃してますよ。あ、僕本当に会社の時は何にも喋れなくて、結局2回クビになって今こちらの方に落ち着いたんですよ。でこの人の結局すごい分かるんですよ。でもマジすか、うん、無理できなくて、うん、どうしてもね、やっぱりこの人がなんでコミュニケーションできないかというと、人からどう思われたら怖いとかそういうのがあるから、おそらくねそれで自分を隠しちゃってて照れちゃう。本当自分と似てるなと思いますよ。苦手、マジで苦手です、うん、私が思ったのは、最初に見た時に思ったのは、興味のない話が1ミリも耳に入ってこないところっていうところなんですよ、うん、ここはどういうことかっていうと、うん、この人は私興味ないって最初からそいつに対して思ってるってことなんですよね、うん、だから興味がない話なんですよね。相手のことを知りたかったら、相手が話すことはとりあえずしょうもないかしょうもなくないかはともかく最初は聞くんですよ。でもその過程がない人だったのかもしれないし、なんていうか、私はもっと他人にちゃんと興味を持つっていう努力をした方がいいと思います、うん、なぜかというとですね、うん、自分のことを開示すると相手も開示してくるっていう、うん、そういうですね、何ですかね、変例性かな、
なんか人は何かをされるとお返ししたくなるというそういう性質があるんですよ。そういう性質を利用して人と付き合っていくのがいいと私は思いますね。だからくだらないことでいいんです、うん、何々さんおはようございますとか、うん、ちゃんとその人を認識してるよということを言っておはようございますを言うだけで結構違うと思うし、うん、何々さんお疲れ様ですって言って、なんか今からジュース買いに行くんですけど欲しいものとかあります？よかったら買ってきますよとかいう会話もできなくもないし、うん、とにかく相手の名前を覚えるぐらいの興味を相手に持ちましょうというのが私の結論です、うんうん。でセフレはもちろんセフレなんで心が通じ合ってる部分が多少あって、で体の相性も良くて付き合っているか、もしくは心はあんまり通じ合ってないけど体の相性はいいから付き合ってるか、どっちかかもしれないんですけど、でもある程度は通じ合ってると思うんですね。やっぱりセックスしながらいろいろと喋ったりしてるはずなんで。でも職場の人とはそれほど喋ってない、だから興味が持てない、うん、ということだと私は思います。だからセフレぐらいたくさん会話をするっていうのは、うん、一つの指針かもしれません、うん、セフレぐらい会話をしたらあなたはコミュ力が下がってる感じにならないと思います、うん、結構石田さん真面目にかかか答え返してるんですね。すごい、はい、真面目な、すごい真面目、びっくりした、まあ、かなり真面目に、はい、驚きましたよ。真面目に答えてます。いやすごいよこれ、はい、多分解決したんじゃないの、これ、ね、解決するといいです、はいはい、自分から心を開くということですね。開くことですね。そうですね、うん、心を開いていかないと、うん、相手も開いてくれないんでね。わかります。では次の相談に移りたいと思います、はい、風俗嬢に騙し取られた2000万を取り返したい54歳男性、うん、会社員、うん、すごいな。7年前に風俗嬢と自宅で会う関係となりお金を貸すことになりました。貸したお金は積もり積もって累計は2000万円、カードローン契約も多数、お付き合いは約4年にわたりました。ところがある日彼女は忽然と Wi-Fi 生活かつ引っ越しと全く連絡取れなくなりました。この状況が3年も続いています、うん、借金返済に休む日もなく働き、なんとかギリギリ返済、貯金も0円、相手の親の住所までは判明しました。なんか頑張ったね、本当めっちゃ頑張った、マジで頑張ったんだなすごいすごいよ、うん、ヒロさんすげえいい男だよ、うん、すげえ頑張ってる、うん、こんな頑張れる人はいないよ、本当に尊敬するわ、うん、ごめん話し続けよう、はいはい、相手の親の住所までは判明しましたが次にどうするか試案中です。お金を貸したのは結婚を約束していたからで、今考えるとよくある結婚詐欺だと思います。最近母親にがんが見つかり、さらにお金が必要ですが助けられない状況です。彼女は携帯解約はしておらずですが Wi-Fi 生活と思われます。なんとか見つけ出し制裁したいです。金返させたいです。何か良い方法ないでしょうか、うん、この結婚詐欺はですね、うんはい、犯罪行為なんですよ、うんはい、だからこういうこれこれこういう経緯があって、うんこの時にいくら、この時にいくら、この時にいくら、この時にいくらっていうやつを思い出せる限りちゃんと書いて、うんうん、この時に貸したお金が返ってこないんですと。で、彼女の名前は何々で、実家の住所は何々ですと、うんうん、で僕は騙されていたのかもしれないですけど、とりあえずそういうふうにお金を取られたので、これを事件化してもらえることはできないでしょうかと。他にもやってる可能性があるかもしれないですし、うん、ちょっと捜査してくださいというのが私の結論です、うんうんはい、僕ははっきり言って無理だと思ってます、はい、取り返せません。僕も同じような事例あるんで、うん、ありますよ。僕600万貸してたんです。儲けた時に600万女の子に貸してて付き合ってた子に、はい、で結局もう戻ってこなかったし、で結局警察行ってももうこれは無理ですって。いやそうなんですね、うん、でこの人ももうね、風俗嬢と自宅で会う関係になってそこでさお金を得たんっていうものを貸しちゃダメですよ、ね、下心あって貸したか知らんけど、僕はもうこうなっちゃうともう2000万も貸すってもう戻ってこないというようなもんだから、うん、いや彼女にはね、うん、借用書とかないんだな。もう絶対にもうお金残ってないですよ一切。だろうね、多分使っちゃったと思う、うんでもこの人が木島かなえみたいな感じの人かもしれないし、
警察には届けた方がいいと思いますよ。まあ、これは自業自得とかそういうことじゃないんで。捕まりますかね、この相手の連絡先も分かんなくなって。捕まるかもしれないし捕まらないかもしれないけど、行ってないんだったら行ってみる価値はあると思います、私は。なんでこういうことを言うのが恥ずかしいとかみっともないとかそんなことは全然ないです。木島かなえに殺された人とかもね、8人ぐらいいるっぽいですけど、その人たちも相談はしないですからね。ああ、なるほど。してる人は少ない、もしくはしてても相手にされてない。でも、他に被害者が出たりしたらそいつの重要な証拠になるかもしれないんで、私はちゃんと警察に行った方がいいと思います。お金は返ってくると考えないで警察に行くってことですね。どうですかね。いや、いいと思いますよ。一応警察に行って、まあ、あの圧迫かけるともいい手口だと思いますし、場所をまずこの人の住んでる場所とかをちゃんと把握した方がでもいいと思う。そうですね。これかわいそうだな、2000万も取られたら、ね、たまらないよこれ。お母さんも、ね、気になったというし、はい、そうよ。とにかくお金は返してもらわないって考えた方がいいですね。はい、じゃあ次。はい、じゃあ次の相談に移ります。友達の体臭は指摘するべきでしょうか。23歳男性アパレル。友達がとても優しくていいやつなのですが、脇がでとても匂いがきつくて困っています。これははっきりとお前は脇が臭いと言ってやるべきなのか、黙って我慢するべきなのか、どうしたらいいですかという相談です。いやこれはわかる。横山さんお願いします。はい、僕のし、ね、生主もにもですね、はい、臭いやついっぱい、ヨッサンっていう人とか野田総理とか、はい、もう臭みのかかったあの フランシュのするやついっぱいいるんですけど、はい、はっきり言って言ってもう言ってあって言ってあげた方が身のためです。わかんないもん、匂いなんて。でわかんないけどその人たちはどうなったんですか。あ、その野田とかヨッサンですか。はい、もう直す気ないです。だって風呂入らないもん。お風呂入らないんですよ彼らは。いや、いっぱいいますよ、あの生の、はい、雑談系ニコニコ生あるんですよっていうのは。その人たちは女にモテてるんですか。それがモテてるんですよ。驚きますよ。いや、だって変わった世界で生の人で人ちょっと人が集まると集客力があるとみんななんか素人なのにタレントか何かと勘違いしちゃって、でアイドル化してガンガン集まってますからね。確かに私今まで一番びっくりしたのが、ニコニコ動画の有名な多分人が結婚することになったってことをそのファンの人に報告することになったんですよ。はい、したらその人はすごく真面目な顔で、はい、今回僕は一般人の方と結婚することになりました、皆さんもこれからも応援よろしくお願いしますみたいなことを言ったんだけど、一般人の方ってなんだよ。一般人の方って、お前何なんだよって一般人の境が分からんわと思ってありましたね、そんな発表もあったよ、あれもう愕然としたもん、何なのと思って、いやだ、打足さんじゃないですよ多分、結構前だよね。結構前、結構前、結構前。そういえばさっき話のあれじゃない、石川の力が大嫌いって言ってた話です。あれ、石川さんっていう方からすごいたくさん投稿が来たんですけど、全然相談じゃなくて、なんか横山さんを中傷するような内容が多くて、もうこれはカットしようっていう感じになったんですけど、そう、あの僕の結構知り合いで彼って結構あの僕が絡むとそう どんな内容できました。今言いますよちゃんと、あいつに、いや内容的には、横山さんは暗黒放送のルールを破っているとか、あと本当だ、本当に来てますね。あ、来てますよ、来てますよ、来てるわ、いや本当に来てるわ。ちなみに暗黒ルールっていうのはご自分で作られたルール、はい、ということですよね。そう、自分で作ったあの最初に戒めたルールですよ。ひどいな石川って。結構120キロのデブが痩せる方法教えてくださいって感じすごい。いや、それでね、マックやスキヤを食べるとか言ってるからね、そのマックやスキヤを食べるのをやめろ、1日3食にしろっていうぐらいしか言うことがないなと思って。あ、本当だ、
一番簡単な方法がそれで、うんうんうん、次は筋トレですけど、この人多分筋トレしなさそうだから、うん、しないですね、怠け者ですよあいつ。はあ、石川さんやめてくださいね、そういうの送ってくるの、ね、いや本当ね、うん、ダメですよこれは、人生相談ですからね、人生相談でお願いします、うん、さて、うん、じゃあ大衆の件に戻りましょうか。あ、はい、まあ、まあ僕は素直にストレートに言ってあげること、相手が傷ついてもそれはその人のためになるんだったらまあ言ってあげていいんじゃない、友達っていう関係であれば、うんうん、と思いました。私はですね実はそうは思いません、うん、ほう、はい、脇がだというふうに指摘しても、うん、実は脇がは完全に治る病気じゃないんです。脇のアポクリン腺っていうのを取って、うん、まず脇がの手術をする時のリスクは 30% の確率で脇が壊死する、うん、そうなんですか。こうやってグイ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 動かすと、うん、ここの傷がなかなか治らなくて壊死、うん、する確率 30%、 こんなえぐい失敗率のやつ、うん、人に勧められます？私はね、うん、かなり厳しい。そして、うん、まず乳首の存在、うん、乳首にもアポクリン腺っていうその脇側の成分が存在していて、うん、そういう人の乳首を舐めると、うん、鉛筆の芯とかカブトムシの成虫の味がするんですよ。なんて言えばいいんですかね。カブトムシの成虫舐めたことありますよね。ないよないよってないって嘘でしょ。普通あるみたいな前提。なんで知ってるんですかそれを。舐めたんですか。いや舐めたからですよ。舐めたんだ。なんで舐めたん。リクエストがあったから舐めたんですよ、うん、あ、なるほど。でそしたらなんか気分が悪い、苦い苦い、あ、苦い、はあ、苦い脇がみたいな感じになったっていう感じですね。鉛筆の芯みたいな味がするんだ。そうなんですよ。あの女のまんじるからもそういう匂いがする人がいるらしいんですよ。その人のことを裾脇がっていうらしいんですけど、でもゴリ治療クリニックっていうところが脇がの専門であの治療してるところなんで、もし脇がに悩んでる人がいたら、彼氏と長く続かない、一回セックスをしたら必ず振られてしまう、そういう人はですね、その自分の行動に何か問題がなかったか振り返る前に、マンコの匂いが臭いか臭くなかったかを誰かに聞いてみましょう、うん、誰に聞けばいいんですか。一番どうでもいいと思ってるやつ、うん、あ、男の男の、うん、あ、勉強になった。脇側治療じゃ治りづらいんだな、それは初めて知りましたよ。治らないんですよ、知らんかった。あれでもいつもおすすめしてるあの、デオドラン、デオナチレストーンは、はい、一時的な脇がを抑制するだけで、ずっと永続的に脇がを抑制するわけじゃないから、塗ってる間だけなんだよね、だから超臭い脇がの人に、毛を剃って塗るように言えば、はい、だいぶ臭さは一時的には軽減されます。ただ永続的に脇側と付き合っていくには、うん、まあ忍耐と努力が必要ですね。私は無理ですね、無理無理。え、脇側の彼氏ができたら無理になる。無理ですね。あ、匂いは、ね、やっぱりよかった脇側じゃなくて、うん、いや脇側無理ですよ。え、そうですか。で、あそこが臭くてもダメなんですか。いや、あそこが臭いとかじゃなくて、脇側、どこを舐めても苦いんですよ。そんな、そんなやつ嫌でしょ。脇舐めないでしょ、だってそもそも。違いますよ、脇以外のところに出てくる汗が全部脇側の味がするんですよ。あ、脇側にも味があるんですね。しょっぱいだけで。本当に分かってる。今ね、女性ね、閲覧者っていうかね、生放送閲覧者がね、2名いるんですよ、見学者が。若い女の子。そのね、女の子たちはね、さっきからね、脇側の話して、あの体舐めたらやばい味がしたっていうやつにすげえうなずいてるから、ほんとねめっちゃうなずいてたからね。この後出さないから大丈夫、安心して、このままで進もう、うん、知らんかった。脇側そういう味、苦い味がするってことで、黙って我慢すべきなのか、うん、男同士だったら、うん、言ってもいいと思います、うんうん。でその時にするべきことは、うん、なんかお前結構いつも獣臭いから脇毛をちょっとカットして、
レオナチデストーンっていうこれすごい効くから匂いに効くからこれつけろっつって言って、うんうんうん、渡してやる700円で済む善意、これやってあげるといいんじゃないですかね、うん、いいですね今ならね、どこでもコンビニとかでも売ってたりしますからね、コンビニでも売ってるから、うんうん、レオナチデストーンすごいいい効果あるんで、女性の場合はどうすればいいんですか、女性の場合ですか、はい、男性は言えますけどねえねえ結構汗ばんでるの気にしたりしてないっつって言って、うん、私もすごい気になっててっつって言って、うんうんうん、こういうのつけてこういうの使ってるんだよねっつって言って、それさりげないですねっていうふうに言ったりとかしますね、うん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 、いやそれいいかもしれないな、じゃあ、うん、もう有料の、はい、あもう時間になりましたので、はい、次の30分がですねここから先はあの有料会員の方限定のコーナーになるんですけれども、牛島さんはですねあの服飾ブランドのプロデュースをしておりまして、はい、あのプレデターラットという、まあ、そちらはですね、T シャツとかニーハイだけでなくあのオリジナルの下着などもありまして、それをですね牛島さんが今日身につけている下着から T シャツを、まあ、セクシーに紹介していこうと思っております、まあ、これはですね有料会員の方のみなのでよかったらあのチャンネルに入会してください。今日は紐の島パンですね。どうですか横山さん、いやお尻の形がねめちゃめちゃいいんですよ、はい、お尻の形がそうなんです、しかもあの、はい、小さくてその水、はい、これ水着なんですか、あこれはパンツです、あパンツ、はい、あパンツなんですね僕水着だと思った今、はい、うん、横山さんのズボンにフィットしている、うん、はい、あこういう感じなんですね。いやでもねこれ男性の人がやっぱり女性が着ても全然なんかエロいんだけどそのなんか、はい、俺趣味好きに見えると思ったぐらいなんかいいと思いますよ、はい、いやこれは、はい、いいと思いますよ、これ女性向けですよね、はい、そして、はい、ウィンパーカー、はい、こちらもですね、あの紹介していきたいと思います、はい、では続きは有料会員チャンネルでお願いします。